第38回全国豊かな海づくり大会にて、地業を放流する天皇、皇后、環境大臣、原田義明全国豊かな海づくり大会とは、水産資源の維持培養と海の環境保全に対する意識の向上を図るとともに、水産業に対する認識を深めるための幅広い国民的行事として行い、水産業の振興に資するために行われるイベントである。 本大会は1981年より始まり、公益社団法人豊かな海づくり推進委員会と、都道府県の組織する大会実行委員会が主催し、農林水産省が講演している。大会式典には、天皇、皇后の出席が関連となっており、全国植樹祭、国民体育大会、国民文化祭と並び、4大行講景の一つに位置づけられているが、 開催当初は、当時の皇太子、秋人新郎が出席し、即位後に天皇として出席している点で相違があった。秋人の上位に伴い、2019年からは特人が出席している。海づくり大会と銘打っているが、海の内県で開催されたこともある。これは健全な水循環の形成を目指すという理念に基づくもので、奈良県で行われた第34回大会では、 山は川を育み、川は海を育む山、川、海の自然の恵みを未来にを基本理念に開催された。式典では、天皇陛下のお言葉、功績団体等の表彰、作文コンクール、写真コンクールの表彰行事、大会決議、天皇、皇后によるご放流と県内外の参加者による放流が行われる。また、式典会場周辺では、 同大会に関連したイベントが行われている。大会の模様は NHK で当日、録画放送されているが、2016年山形、大会は、リオデジャネイロパラリンピックの関係などから9月19日に、録画ダイジェスト放送された。ありがとうございます。